こんにちは、ヨシグレレオシーです。今聴いていただきましたのは無伴奏チェロ組曲1番プレリュードヨハン・セバスティアン・バッハ作曲、この楽譜をちょっと見てね弾きました。これシャープ一つなので、都庁長 G なんですね、 G メジャー、そして、平音記号がついてますね。あまりウクレレギター、する人には、ね、平音記号、このピアノ譜の下にある段のこの感じはあまり馴染みがないと思うんですがね、チェロだとか、ベースだとかね、そういう方はこの記号は見慣れてると、でこれを等音記号として読んだわけです。等音記号として読んでギターで弾いてるつもりでウクレレを弾いたというところになります。で、ちょっと言葉では説明が非常に難しくなってきましたけども、これをギターだと思うわけですね。ギター弾ける人はちょっと理解していただけると思うんですが、ギターの胴は2弦の1フレット、こうですね、八丁調のね胴ね、これでドレミはそうですね、ウクレレだと実音はファソラシドになるんですけども、ギターではドレミファソということになる。すなわちこの五線の上から2番目の間の音、まあ、例えばこの音ですね、上から2番目というか下から数えるのでね、第3管ということになるんですね。3番目の間の音、第3管の音が、これがドになります。2フレットの1フレット、2弦の1フレットですね。そしてこの前に、説明しててなんかややこしになってきましたので、また別の機会に預けてきっちりと説明をいたします。これを見て弾けるというふうに説明しますので、また楽しみにしておいてください。それではまた、バイバイ。